ラベル・ルソー、ラベル・ハリソン・ルソー、A、ロベル・ハリソン・ルソー、1818 18年8月4日から1869年1月7日は、アメリカ合衆国権タッキー州とインディアナ州で、成功した弁護士及び政治家であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。戦後、アメリカ合衆国下院議員を務め、暴力事件を起こして一度は辞任した。 1867年のアラスカ購入では重要な役割を果たした。ルソーは1818 18年8月4日にケンタッキー州スタンフォードで生まれ、子供の時は公立学校に通った。ルソーが13歳の1833年に父が死に若いルソーに家族の面倒を見る責任がかかってきた。1840年にルイビルに移転して法律を学んだ。 翌年には法廷弁護士として認められ、インディアナ州ブルームフィールドで自衛の法律実務を始めた。1844年から1845年はインディアナ州下院議員を務めた。1845年に米国戦争が勃発し、ルソーは中隊の隊員としてブエナビスタの戦いで勇敢に戦った。インディアナ州に戻ると、 インディアナ州上院議員に選ばれ1847年から1849年まで務めた。1849年にケンタッキー州に戻り、ルイビルに落ち着いて法律実務を行い成功した。1860年から1861年はケンタッキー州上院議員を務めた。南北戦争の開戦が現実に近くなってくると、ルソーは ケンタッキー州政府を維持するために大胆で断固とした立場を取り、アメリカ合衆国からの脱退阻止に貢献した。1861年6月に上院議員を辞職し、志願兵部隊を立ち上げる任務を志願した。ケンタッキー州の多くの著名人物からは反対もあったが、ルイビルトはオハイオ川の対岸、インディアナ州ジェファーソンビルのキャンプ場ホルトで、 すべて、ケンタッキー囚人からなるニ個連隊を立ち上げることに成功した。この部隊は、ルイビルリージョンと呼ばれた。これら連隊は、ルイビル市民軍病一個大隊の助けを得て、ルイビルが南軍に占領されることを妨げた。ルソーは1861年9月に、第五ケンタッキー志願兵連隊の大佐に指名され、後に、 オームズ BM ・ミッチェル将軍の軍隊につけられた、志願兵の巡将に昇進した。ルソーはさらに志願兵の少将に昇進した。シャイローの戦い、ストーンズリバーの戦い、チカマウガの戦い、また、タラホーマ方面作戦やチャタヌーガ周辺の作戦行動で勇敢に戦った。1863年11月から1865年11月の助隊までは、 テネシー州ナッシュビルの指揮官を務めていたが、1864年7月には、ウィリアム・シャーマンの命令で、モントゴメリーウェストポイント鉄道を撃し大きな成功を収めた。ルソーは1864年に無条件連邦主義者として、アメリカ合衆国会議員に選出され、1865年から1866年まで、務めた。ルソーは、 元軍隊の士官として、海軍事問題委員会の委員を務めた。1866年6月、ルソーとアヨワ州選出会議員、ジョサイア・ブッシュネル・グリネルとの間の関係が緊張した。この二人は、解放奴隷局により多くの権限を与える、法案について一連の論争を行っていい。ルソーは、解放奴隷局に働く、代理人によって起こされた反抗的かつ無法な、 行動を予測しまた聞いてもいたのでこの法案に反対し、一方、グリネルは元奴隷解放運動家として、また逃亡奴隷を援助したものして、法案を強く指示した。この論争は、最終的に中小合戦に発展し、グリネルはルソーの軍歴を問題にして、戦闘におけるルソーの功績を侮辱し、また、ケンタッキー州についていくつかの差し出しがましい面とまでつけた。 1866年6月14日、ルソーは議会における議事の後で、アメリカ合衆国議会議事堂の東ポルチコで、グリネルに近づいた。ルソーは、グリネルが議場で行ったルソーに関する侮辱について、謝罪の言葉を追っていたとグリネルに告げた。グリネルはルソーが何のことを言っているのかわからないふりをしたので、ルソーを怒らせ、ルソーは、持っていた。 ラタンヤ氏の杖の鉄の握りで何度もグリネルを、をつけ、杖が折れるまで止めなかった。ルソーは、グリネルのが暗面を主に狙ったが、数回は手や肩に当たった。グリネルは打ち身を受けただけで立ち去り、このために議会を休む必要も全くなかった。しかし、この事件を調査する委員会が組織され、委員には、ナサニエル・バンクス、ヘンリー・ J ・レイ・レーモンド、 ルーファス・ピース・ポルディング、エム・ラッセル・セイヤー及びジョン・ホーガンがついた。ルソーは、その行動を検疫され、間もなく、議員を辞職した。ルソーは、自身の辞職に伴う空席の同じ年に行われた、出直し選挙で当選し、1867年まで、会員議員を務めた。ルソーは、下院議員を辞めた後で、アメリカ陸軍の名誉少将の資格を持って順唱に、指名され、 1867年3月27日にアラスカでの任務に就いた。ルソーは1867年10月18日のロシア帝国からアメリカ合衆国へのアラスカ上都について重要な役割を果たした。10月18日は今日アラスカデーとして祝われている。1868年7月28日、ルソーはルイジアナ方面軍指揮官に任命された。 ルソーはこの職にあった1869年1月7日にニューオーリンズで死んだ。遺体はバージニア州アーリントンのアーリントン国立墓地に埋葬されている。ケンタッキー州ルイビルのケーブヒル墓地にはルソーの栄誉を称える記念碑もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。